こんにちは、三菱 UFJ アセットマネージメントのザッキーと飯熊です。本日の動画では弊社のホームページ上でも公開しておりましたオルカンクイズの出題と解説をさせていただきます。オルカンクイズは受益者の皆様にオルカンについてもっと詳しく知ってもらいたいという思いで作成しました。クイズはオルカン軸、ニーサ軸、指数軸、難問軸の4つの軸で全10問の設問があります。オルカンクイズの解説の前に EMAX スリム全世界株式オールカントリーについて簡単にご紹介いたします。オルカンはインデックスファンドです。インデックスファンドとは市場の指数に連動する運用成果を目指すタイプの投資信託のことで、当ファンドは MSCI オールカントリーワールドインデックス配当込み円換算ベースに連動する投資成果を目指して運用を行います。 MSCI オールカントリーワールドインデックスとは MSCI が開発した時価総額加重平均型の株価指数で、2024年1月末時点では世界の先進国23カ国ですね、新興国24カ国の国地域の株式で構成されています。各国市場の時価総額約 85% をカバーしているグローバル株式投資のベンチマークとして有名なインデックスとなっております。そのためオルカン1本で日本を含む先進国と新興国47の国地域2837銘柄に分散投資ができるんです。 EMAX スリム全世界株式オールカントリーについてご理解いただけたところで、オルカンクイズに挑戦してみましょう。まずは1問目です。オルカンはインデックス型の投資信託でマザーファンドに投資を行い、マザーファンドを通して直接株式等に投資を行っていますが、投資先マザーファンドの本数と投資銘柄数は2023年12月末時点でいくつでしょうか。選択肢1、マザーファンド1本1255銘柄、2、マザーファンド2本2614銘柄、3、マザーファンド3本2839銘柄。皆様もご一緒に考えてみましょう。それでは飯熊、正解は何番？3番。飯熊正解です。正解は3番のマザーファンド3本2839銘柄という選択肢となっています。この問題の正答率は2月13日時点で 63% でした。オルカンは外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本株式インデックスマザーファンドの3本に投資を行うファミリーファンド方式で運用されています。ファミリーファンド方式においてはマザーファンドで複数の投資信託の運用を一元化することで規模の経済が働きやすく、運用の効率化が期待できます。それぞれのマザーファンドで投資している銘柄数は年に1回発行されるオルカンの運用報告書で確認することができます。運用報告書ではマザーファンドで投資している銘柄数や運用実績はもちろん、1万口あたりの費用明細や総計比率、ベンチマークとの差異についても確認することができます。一方、毎月発行される月報では直近の運用状況や組入れ資産の状況等を確認することができます。こちらもぜひ確認してみてください。続いて2問目です。毎年1月に投信ブロガーが選ぶファンドオブザイヤーが公表されています。そこでオルカンは投信ブロガーが選ぶファンドオブザイヤー2023にて何位だったでしょうか。選択肢1、第1位、選択肢2、第3位、選択肢3、第5位、選択肢4、第7位。それでは飯熊、正解は何番でしょうか。1番。飯熊正解です。正解は1番の第1位となっておりました。この問題の正答率は 88% です。投信ブロガーが選ぶファンドオブザイヤーとは、投資信託の事情通である投信ブロガーの方々が自分たちにとって本当に良いと思える投資を投票で選び、それを広めることで自分たちでより良い投資環境を作っていこうとするイベントであります。フ
ファンドオブザイヤー2023にてオルカンは5年連続の第1位受賞、 EMAX スリムシリーズとしては6年連続の第1位受賞となりました。20位以内には EMAX スリムシリーズから5種類の投資信託がランクインするなど、投資ブロガーの方からご支持をいただいております。続いて3問目です。2023年12月末時点におけるオルカンの純資産総額と公募株式投資除く ETF における純資産総額の順位において正しい組み合わせはどれでしょうか。選択肢1およそ5000億円第3位、選択肢2およそ1兆円第2位、選択肢3およそ1兆8000億円第3位、選択肢4およそ2兆5000億円第1位。それではイクマ、この問題の正解は何番でしょうか。3番正解です。正解は3番のおよそ1兆8000億円第3位です。この問題の正答率は 26% でした。直近の純資産総額はファンド詳細ページよりご確認いただけます。業界全体公募株式投資除く ETF としては2023年12月末時点で5539本存在しており、そのうち純資産総額の大きさは第3位となっております。なお同シリーズにある EMAX スリム米国株式 S&P500 は同時点で純資産総額は第1位となっております。直近2024年1月末時点においてはオルカンの純資産総額は2兆円の大台を突破しました。さらに2024年2月16日時点で純資産総額が第2位となりました。続いて4問目です。2024年から始まった新しいNISA制度でオルカンが採用されている投資枠の組み合わせはどれでしょうか。選択肢1積み立て投資枠のみ、選択肢2成長投資枠のみ、選択肢3積み立て投資枠と成長投資枠の両方、選択肢4新しいNISA制度では購入できない。それではイクマ、正解は何番だと思いますか。3番正解です。積み立て投資枠と成長投資枠の両方です。この問題の正答率は 92% でした。オルカンは新しいNISA制度のうち積み立て投資枠とともに成長投資枠どちらの枠でも購入可能です。NISA 制度とは株式や投資信託への投資から得られる配当金、分配金や譲渡益が一定の条件の下で非課税となる制度です。 EMAX スリムシリーズは14本のすべてが成長投資枠で投資可能で、14本中9本のファンドは積み立て投資枠でも投資することができます。続いて5問目です。2024年から始まった新しいNISA制度における積み立て投資枠における年間非課税投資枠は何万円でしょうか。選択肢1、40万円、選択肢2、120万円、選択肢3、360万円、選択肢4、1800万円。それではイクマ、正解は何番だと思いますか。2、正解です。2番の120万円です。この問題の正答率は 72% でした。続いて6問目です。下記のうち全世界かっこ日本を含む先進国や新興国の株式にまとめて投資することができる指数はどれでしょうか。選択肢1 MSCI ジャパンインデックス、選択肢2 MSCI 国際インデックス、選択肢3 MSCI オールカントリーワールドインデックス、選択肢4 MSCI エマージングマーケットインデックス。それではイクマ、この問題の正解は何番でしょうか。3番これも正解です。 MSCI オールカントリーワールドインデックスです。この問題の正答率は 89% でした。指数算出会社である MSCI 社は様々な指数を公開していますが、選択肢のうち全世界の株式に投資できる指数は MSCI オールカントリーワールドインデックスとなります。なおオルカンの目論見書を確認すると、
ファンドの特色の特色1に MSCI オールカントリーワールドインデックス配当込み円換算ベースに連動する投資成果を目指して運用を行いますと記載されています。目論見書ではファンドの商品性を確認することができます。投資信託を購入する際には必ず目論見書をご確認ください。なお配当込みの指数は組入れ銘柄の配当収益を考慮しており、株価変動に配当金を加えて計算されています。円換算ベースの指数は例えば米ドルベースの元指数に対し、委託会社である弊社が米ドル円の為替レートを掛け合わせて日本円ベースの指数として計算し直したものとなっています。続いて7問目です。 MSCI オールカントリーワールドインデックスは全世界各国日本を含む先進国新興国の株式等を対象としていますが、全世界の株式市場において全体の約何パーセントをカバーしているでしょうか。選択肢1約 70%、 選択肢2約 80%、選択肢3約 85%、 選択肢4約 90%。 それではイクマ、この問題の正解は何番でしょうか。3番正解です。約 85% です。この問題の正答率は 23% でした。この問題は難問でしたね。MSCI 社が公表している MSCI オールカントリーワールドインデックスの指数ファクトシートには、投資可能な全世界の株式のうちおよそ 85% をカバーしていると明記されています。指数ファクトシートは指数提供会社のホームページで確認することができますので、どうぞご確認ください。続いて8問目です。 MSCI オールカントリーワールドインデックスの組入れ国、地域や銘柄は固定されているのか、それとも変動するでしょうか。選択肢1、常に固定されている。選択肢2、時価総額などに応じて変動する。それではイクマ、この問題の正解は何番でしょうか。2番。正解です。時価総額などに応じて変動するです。この問題の正答率は 97% でした。MSCI オールカントリーワールドインデックスは時価総額加重平均で算出されています。そのためオルカンは各銘柄の時価総額の変化等によって投資対象国、地域や組入れ上位業種の比率も変化します。また定期的に銘柄等の入れ替えも行われています。この問題を作成したのはネット上で誤った情報が出回っていたためとなっています。時価総額加重平均型の株価指数は株式会社ごとの市場価値を表す時価総額の大きさに比例して銘柄が指数の中で占めるウェイトを決定します。構成銘柄全体の市場価値変動を把握できるとされ、代表例としては東証株価指数や S&P500 等が挙げられます。一方株価平均型の株価指数ではその名の通り組入れ銘柄の株価合計を助数で除算して計算されます。代表例としては日経平均株価や米国のダウ平均株価等があります。続いて9問目です。オルカンは過去何回信託報酬率の引き下げを行ったことがあるでしょうか。1番、2回、2番、3回、3番、4回、4番、5回。それではイクマ、この問題の正解は何番でしょうか。3番。正解です。4回です。この問題の正答率は 18% でした。 EMAX スリムシリーズは業界最低水準の運用コストを将来にわたって目指し続けるというコンセプトのもと、それを目指す一環として公正な比較の対象となる他社類似ファンドにかかる信託報酬率が弊社ファンドを下回る場合、ファンドの継続性を考慮した範囲で信託報酬率を引き下げることを基本としています。オルカンにおいてもそのコンセプトに基づき過去4回引き下げを実施しました。直近では2023年9月8日に税込み年率 0.1133% 以内から 0.05775% 以内に引き下げを実施しています。最後は10問目です。オルカンは2018年10月31日に設定され、
2023年で5周年目を迎えましたが、3周年目に行った第1回オルカン生誕祭2021年の記念品は何でしょうか。1オルカン爪、2オルカンパチ、3オルカン無理、4オルカン羊羹、5オルカン T シャツ。それではイクマ、この問題の正解は何番でしょうか。正解です。正解は4番のオルカン羊羹です。この問題の正答率は 16% でした。オルカン生誕祭はオルカン設定日である10月31日にオルカン好きな投資家の皆様とお祝いしながらつながることを目的として開催しております。第1回目に2021年10月29日から31日の3日間限定で弊社公式 X 旧 Twitter にてキャンペーンを始めたことが始まりとなっています。その際のキャンペーンに応募いただいた方の中から抽選でオルカン羊羹を配布いたしました。なお第2回目の2022年のキャンペーンについてはオルカン爪が記念品でした。2023年の記念品はオルカン T シャツとなっておりました。弊社では他にもオルカン広場や YouTube 動画などオルカンにまつわる情報発信を続けてまいります。 X や Instagram などもぜひチェックしてみてください。以上でオルカンクイズは終了となります。オルカンへの理解を少しでも深めていただけたら幸いです。第2弾のオルカンクイズがあった時にはぜひチャレンジしてみてください。ファンドの投資リスク、費用、留意事項等については表示画面を一時停止してご覧ください。